はい、皆さんここでお知らせがあります。はい、リンゴルフオープンなんですけども、うん、2回目以降10月15日の太平洋クラブ市原コースと11月27のイーストウッドカントリークラブ、うん、12月15日のゴルフ5、うん、カントリーサニーフィールドのこの、はい、今年の残り3回のリンゴルオープンについてなんですけど、うんうん、残念ながら中止とさせていただくことになりました。まあ、ちょっとねコロナがやっぱりなかなか落ち着かないっていうのもあるので、うんうん、そうですね、1回目もちょっと、うん、なんかこうとりあえずやって しまったではないけど、うん、開会式もできなかったり、うん、そうそう、写真撮影もできなかったり、うん、なんかこうイベント感ゼロ。そうだね、ちょっとなんか、うん、これはやる意味があるのかなっていう、うんうんうん、はい、感じでしたね、はい、っていうのもあるので、はい、今年は残り3回一応予定してたんですけど、はい、中止となりました、はい、で来年以降もですね、まあ、コロナの対策がどれぐらいできるかによって、うん、また開催等を考えたいと思っています、ね、うん、はい、まあ、ちょっと動画の方の制作に力を入れて、うん、はい、いきたいと思います。はい、はい、そうしましょう、はい、そうしましょう。はい、以上お知らせでした。はい、また感謝するときはよろしくお願いします。お願いします。あ、これやばいかも。右？珍しく右から打つの。はい、ちょっとこの左横へ。大丈夫、戻ってる。あ、大丈夫か。飛んでる。飛んでます。ありがとうございます。ナイスショー。すごい。これは飛びましたね。ナイス。ありがとうございます。すごいとこに切ってあるね。はい、とりあえず、うん、奥のバンカー方向に行きたい。すごい、ここです。いや、これ結構むずくない？これ結構むずいね。右も怖いし、左もバンカーだし、ギリギリ。あ、なんか、とりあえず頑張ってみる。120ぐらい打つイメージで7番、はい、ちょっと軽く打ちたい。なんか抜くった。なるほどね、手前に刻んだのね。あ、オッケー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 。お、いいとこいいとこいいとこ。あ、いいとこいいとこ。ナイスナイスです。さやかちゃんはちょっと右の方。でも残りそんなに距離ない？124ってでしたね。おー、あ、打ち下ろし見てね。はい、戻る戻る。あ、いい感じ、めっちゃいい感じ。ナイス、ありがとうございます。ナイスワン、イエーイ。イエーイ。イエーイ。これ左足、これ左足下がりの時、うん、こっちにボール置いた方がいいですよ。右側、男の人はこっちでも振れるんですけど、うん、女の人は振れないから右側。はい、はい、おお、さやかちゃん講座、さやかちゃん講座。で、アナクさんが言ってました。え、110あるんだ。結構な傾斜だもんね。ちょっと右に狙った方がいいよね。うん、
左はね、あの OB、 しかも結構そんな広くないから。そうだよね。おお上手。距離距離距離は距離だけ、距離だけ。あー手前手前手前。おお、ギリ手前。微妙。よかったよかったよかったのか、あれは。どうピッチング、ピッチング、うん、すごい左足下がりなんで、うん、どうやって打とうか。今さやかちゃんは少し右足寄りにボールを打とうがいい。そうね、うん、で左から攻める感じで打ちたいんだけどな。左は結構 OB がね浅いんです。そうだけど、これ右打ってくと右のバンカー入るから。確かにライがね、左頑張って、うんうん、これでいきます。はい、右側に置いて頑張って。お、うまい。おお、来たー。ここ、ここ、今めっちゃブレだった、ここです。まあまあじゃなかった今。え、めっちゃうまかったよ。完璧でした。じゃあじゃあ45、3度3度寄せていく。寄せたい。ん、あー、短いかも。雰囲気出した。雰囲気は出たね。雰囲気だね。うん。ベタピン風だったね。見てみて、すごく嬉しい。でもね、嫌いな58を使わなきゃいけない。そうだよ、この球団ちょっときついもんね。ねえ、いやー、どうしよう。大丈夫、振り抜く。そうだね、うん、開きすぎないとか。え、今開いてない。うん、開いてない。これ真っ直ぐだったら開いてないよね。え、結構開いてるよ。え、これって開いてんの。これ真っ直ぐだよね。これ真っ直ぐだけど、ちょっと右向いてると思うけどね。そんな感じ、そんな感じ。オッケー、うん、そんな感じで、うん、そうそうそう、うん、甘い。いや、大丈夫大丈夫、止まる止まる。すごい、ナイス、アドバイスありがとう。ナイス。よかった。うん、開いちゃってんのかもね。そうなんだね、うん、それでただ右行ってるだけじゃない。そっかそっか、うん、アプローチもだから開いて入っちゃってるのか。そう、だから体開くか、うん、直す、戻すか。戻そう、うん、戻したが簡単だよね。うん、やってみます。今めっちゃよかったね。低く出したよ。おお、ナイス。うまく打てたと思う。うん。よしよしよし。あー、ここだけ、ここだけ。ここ、ここ。重たい。重い。重いですね。カメラ目線ありがとうございます。うん、先打って。うん。それは何パット？ボギーパット。ボギーパット。気持ちいい。フック？わかんない。さっき私こうしたのか。じゃあ気持ちフックなのか。うん。フックに見える。ね。まあとは気持ち。ほぼ。ほぼまっすぐだと思って。ナイス。オッケー。さすがー、ナイスパー。バーディーパット。チョイスだ。まかれ、きたー。ナイスバーディー、ナイスバーディー。完璧。ありがとう。ど真ん中。ナイス。ナイス。寄せワンパー。ナイス。いやでもナイス。ナイスバイ、ナイスバイ。ここです。うーん、7番120。
あー、右だわ。やばい。バンカー入っちゃう。あー。大丈夫？青木バンカーいるのかな？そうだね。そうなんですよ。ミドルネーム。バンカーが得意ってことですか？大丈夫。結局7番でした。はい。7番です。はい。あ、ちょっとダフったな。でもいいじゃない。ダフった。わー、きてあ、嬉しい。危ねー。じゃあダフっちゃった分ね。飛ばなかった？はい。うまい。私は7番が飛ばないので8番で打ちます。しかも超ギリギリ攻めてるから、この大丈夫、攻めそってない。大丈夫、前から取らないで。どこ行ったんですか？あ、どこ行ったんですかね。どこ行ったんですか？あ、あったさやかしがめっちゃ強するって。ボールあるよ。あるって。あ、なるほどね。でも多分行けない。いや、怖いね。無理ですよ。うん、前から行っていいの？あ、行く、行く。ここに落ちました。落ちました。9番で。はい。わー、短い。持ったけど。ボール持ってる？あ、持ってる。あ、サンドでも一回打ってみたら。うん、いい。お試しで。お試しね。それこそ、それはピンの左狙って、うん、上がるから絶対サンドだよね、普通。そうそうそう。あ、それだと向きすぎかも、左。うん。あ、トップした。うん、ね、こっちよりいいよね、うん、ショートするよりね。大丈夫そうじゃない？やってみようかな、うん、今日ね、うん、本当だ。難しいね、これは。難しいよ、これ間。もう芝生がさ、元気だからさ、なんとなくで打ちます。はい、ほっ、うまい。まあまあいいじゃん。オッケーオッケー。ナイス、ナイスアプローチ。土硬そうですけど。硬い。なんかシャリシャリって、ちょっと薄めに、うん、こんぐらいで、はい、打っていく感じでいきます。はい、うまいよー、ほんとうまい。相変わらずうまピー。ありがとうございます。相変わらずうまピーやん。青木バンカーじゅん。おー、早い。お結構来るね。あ、チューとか言って。チューではないわ。私のマークのチューって違うじゃないですか、ね。そうだよね。おい、あ、でも見てる。ナイス。いや、私もびっくりしたよ、私。え、そんな切れました、マミさん。結構切れた。意外と切れてた。仕方の問題かな。ナイス。はい。でもまだ。スナイチ。あー、入れたい。スナイチ。上り、左、内側。トイフック。トイフック。あ、右内側。うん。あ、はい、きたー。あー、ちょっと強かったかな。引っ掛けた。惜しい。ちょっと曲がなかったもんね。そうだね。さやかってあんま曲がんなかったんだよ。うん。でも、ちなっきの結構曲がったんだよ。そうなんだよね。弱いと切れるんだろうけど。ナイスパー。ナイスパー。ナイスパー。ナイスだね。
暑い。ちょっとさっきのは済みなかったことにしてもらって次頑張ります。はい、はい、さっきね8番使って、うん、もう飛ばさなきゃと思ってみんな7番でちょうどよかったから、うんうん、って思ったら力んじゃってちょっとね番手選び気をつけます。でも7番飛ばないのかな。そう、7番が自信がなくて、初心者の頃って7番アイアンでずっと練習しろって言われてたから、はい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 、ずっとやってたら上手くならなくて、うん、で苦手意識が出ちゃって、うん、それからなんか触れなくて、あ、なるほどね。そうだからちょっと8番を練習してるんだけど、うん、7番頑張ります。はい、ね、誰か教えてください募集中古い古いよね。うつらなんか臭い。うそ、親父みたいなのにあるの。あ、取れてるよ親父臭い。はい、今日親父マジ家かけなかった。なんでだろう、汗かかないから普段。昨日酒飲んだからです。だからだな。さやかちゃん結構飲む。さやかさんも結構飲むんだ。飲みます。強い？強くないのに、うん、飲んじゃうんですよ。でもレモンサワーが好きです。イエーイ。今度一緒に飲もう。イエーイ。うちはめっちゃ飲むからね。ね、本当ですか？飲む飲む。朝まで飲める？朝までは。3時かな。あ、すごい、でも十分。私3時眠いもん、うん、タクシー代渡します。タクシー代も男前男前ゆっこさんとじゅんさんどっちがお酒強いんですか？日によるかな。だいたい同じぐらいの量飲んでるよね。けど私の方が二日酔いひどい気がする。そうかな。ゆっこさんワイン飲んでるイメージ。ワイン飲む。ワイン好きですか？赤っぽいよね。うん、赤っぽい、ね、うん、ワイン好きな人と分かるよね。ジュンさん何飲みますか？私も何でも飲むね、うん、日本酒もですか？日本酒も飲む。でも日本酒はちょっと気持ち悪くなっちゃうからあんまり積極的には飲まないんだけど、うん、ワインも飲むね。ワイン飲むね。ワインはでも1本半ぐらいじゃない？頑張って2本じゃない？1人すごい、1人2本。いや、1人で、ね、うん、すごいね。頑張ったら2本だよね、うん、1本はいける1本はいけるよね。白いハサモードがないんだ。赤、うん、赤2本でもいいし白2本でもいい、すごい、って感じじゃない？1本半はいくよね絶対ね。で大体気持ち悪くなってくる、ね、そうそうでもなんか酔っ払ったーってのがなんかできない。酔っちゃったみたいなのがないよね。できない。あ、先にね、うん、先に男性が顔真っ赤になってたりとかするよね。ねえ、一生懸命飲んでるよね。一生懸命同じペースで飲まなきゃみたいな。あっちが、あっちがね、いいのにって私が飲むしかっていう思います。それな、今度飲みましょう、ね、ゴルフ女子飲み会。ね、ゴルフ女子飲み会しよう。うん、うん。